いつものように、私、上位モデルでプレミアムモデルっていうのを作りました。年内、年明けからですね、販売させてもらってたんですけども、結構安めのバージョンとして出してるんですが、やっぱりあのオプションでどん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 こうお客さんも部品をどんどん追加する傾向にあって、結構その車両金額が膨れ上がるというような傾向にあったので、あらかじめその要望いただいてたパーツとかを購入して、もともとちょっと高めのバージョンっていうのを作ったモデルがこのプレミアムパッケージとなっております。ではまあちょっとあの外装からですね紹介していきたいと思いますので、見てみましょう。フロントリップスポイラーは、リバイブ、これはもうスタンダードモデルと全く一緒なんですが、追加の部分としてはフォグランプの LED バルブで、あとポジション Q ですね、シンプルにそこだけしか配蔵はしておりません。で、3D バイザー、ロゴ型対応のものですね。こちらも前のモデルと変わらないです。で、ちょっと見にくいんですけれども、ここがプレミアムの部分。サイドミラーですね。ブルーレンズ使ってます。ちょっと映像では見えにくいと思うんですけど、また後であのカタログのもので写真差し入れすると思いますので、そちらをご覧ください。車高ですね、スタンダードモデルはローダウンしてなかったんですけども、今回は4センチか5センチかブロック。ローダウン選択できるようになってまして、あとローダウンすることによって、出てくる乗り心地の悪さ、そちらを改善するために、今現状のこのパッケージでは UI ビークルさんの、コンフォートショックアブソーバー、こちらをつけております。で、アルミなんですけれども、前回スタンダードモデルで、ご紹介した新作のハーツの、アルミホイールなんですけども、名前がようやく決まりまして、フェルゼンという名前でねなってるんですけれども、ちょっとアウトドア向けの、穴がいっぱいちょっとポコポコ開いたディッシュ系のスポークになってるんですけれども、今ご覧になってるゴールドっていうのはオプションカラーの設定になりまして、スタンダードのモデルではブラックとでシルバーですね、こちらが標準のカラーになっております。で、タイヤはホーレンカウンターもう今大人気でございますけれども、ホワイトレダーですね、こちらの、夏タイヤの方をつけてます。ローダウンしない場合であれば、他の車種で、前回紹介した時についてた東洋のね、オープンカントリーとかのブロックタイヤとかも、全然好みでつけていただけますので、そちらはオプションにはなりますけど、ご相談ください。後ろ回りですね、テールランプが変わってるんですけれども、ビッグリッパーのブレードシーケンシャル LED テール。カラーがね、今のところ5種類あります。また見ていただいたらと思うんですけれども、ブレーキポジション、あとウインカーですね、ウインカーのところに関しては、通常点滅っていうのもプラスして、あと競技用ですけれどもシーケンシャル、上か下から上へ、流れるタイプのウインカーに切り替えることも可能なので、ナイトシーンイベントとかで目立ちたいときは、そっちに切り替えてもらってもいいかと思います。ラケッジで飛び込んでくるのがハーツの V1 ベッドキット、カーゴベッドでございます。スタンダードモデルの時はジョブモデルのベッドキットが付いてて、2番式の、簡素化されたベッドキットになってたんですけれども、今回は通常の、従来通り今まで我々が作ってきた 80mm オーバーの肉厚のベッドキット付いてますよと。でベッドキット、前回も縦のラインのステッチとかもやってたんですけれども、今回プレミアムモデルシートカバーもねセットになってますんで、ダイヤキルト、糸の色は赤白黒3色設定でやってます。で、その他のステッチはご相談いただければ、オーダーでやることも可能なので、その辺もご相談いただければと思います。で、ベッドキットの下なんですけれども、ハーツのイージーフローリングキットですね。今これちょっとね、マコガニっぽいこの
ブラックエボニーっていう床の色になってますけれども、こちらもあのカタログからお選びいただけますんで、まあ数十種類ありますけれども、黒系であったりとか石の柄であったりとかいろいろ種類ありますんで、オーダーいただければと思います。でベッドキットもちろんあの高さ調整式で4段階あの取り付け穴ありますんで、まあ必要に応じて高さを変更していただくというところが可能になっております。ベッドキットなんですけれども、板が4枚式で、1枚1枚単独でこう取り外しができます。でベッドキット特有の、まあ、ハイエースによるあの横揺れとかでカチャカチャカチャとねフレームの音が鳴ったりはする、まあ、モデルとかもあったりはするんですけど、うちの方サイドにあのウレタンクッションビッチビチまで入れて、もうベッドキットが動かないところまで持って行ってますんで音鳴りません。よっぽどのバウンドがないと音鳴らないようになってますんで、静かな設計モデルになっております。ベッドキットのフローリングまでのこの下の高さ400、まあ、40センチですね、あの空間空いてますので、まあ、必要に応じて高さ変更してお使いくださいという感じでございます。ベッドキットの紹介ですね、前回りにあの来たんですけれども、あのセカンドシートを、ね、前に倒していただいて、まあ、あの標準の高さであれば、まあ、ほぼつら、ただフローリングキットねつけてますんで、その厚み分ベッドキットの方が段差できてますんで、あのオプション、まあ、ご要望に応じてセカンドシートのこの背面にですね同じ柄でクッション作って上に引くっていうこともできますんで、まあ、そこも、まあ、相談していただければ、まあ、トータルで全部コーディネートしたいねっていう場合はお話ししてください。はい、セカンドシート、まあ、この居住区間ですけれども、シートカバーですね、あのスタンダードモデルの時は T セレクションという、まあ、喧嘩版のシートカバーつけてたんですけれども、今回はまあ通常バージョンのダイヤキルトのステッチになってますよと、まあ、今現状ホワイトのステッチになってますけども、まあ、同じようにあの赤白黒3色設定でご用意してますので、オーダー好みに応じていただければと思います。でちょっと前に目をやると、まあ、リアデッキテーブルというね、あのここのデッキのところにテーブルついておるんですけども、通常のモデルであれば艶消しのブラックの、まあ、革絞帳というところでパネルついてるんですけども、今回は、もうマホガニーの、まあ、ダークプライムの柄に近い、まあ、ちょっとあの焦げたようなね茶木目のモデルで化粧板作ってます。で下テーブルのね下覗いてもらうと、まあ、10センチのスピーカー、これリアスピーカーなんですけど、まあハイエースのリアスピーカーってちょうどベッドキットのね中であのこもって音が聞こえてきて聞こえづらいというところありますので、まあご要望多かったテーブルの中にスピーカーを埋め込むタイプ、こちらも初めからつけて、まあ、お届けするという形になっております。後ろですねモニター、まあ、これはスタンダードモデルからもついてたんですけども 10.2 型の、まあ、海外製のフリップダウンモニターになっております。まあ、大きいモデルご用意はできます。で予算に応じてアルパインなど、まあ、メーカーもののねフリップダウンモニターに変更することも可能ですので、まあ、クオリティ重視の方そちらはまあご相談いただければと思います。はい、前へ迷ってまいりました。でシートカバーなんですけど、プレミアムモデルはフロントのシートカバーは 3D バケットシートカバー、ハーツ製ですね。サイドにバッグがついてて非常にホールド感がありますんで、ちょっと座ってみたいと思います。あ、こういう感じで非常に体がねしっくり収まってる感じがありますので、安定感非常に出ますね。座り心地全然いいです。ぜひあのチョイスしてもらったらと思うんですけども、プレミアムモデルは標準装備。センターコンソールなんですけど、もう全部ハーツのセンターコンソールボックスで、バージョン2なのでドリンクホルダーが前と後ろ、まあ、セカンドシートの方にもドリンクホルダーをお届けというモデルでやってます。でセンターマットね、この蓋の部分も同じデザインダイヤキルトで統一できますんで、オーダーメイドで OK でございます。容積がね広いんで大きくなってますわ。入れやすいですね。高さも非常にもう人間工学にまあより従ったような形になってますんで、非常に高さ高くもなく低くもちょうどいい高さで作られております。これがセットでついてます。電装品関係なんですけれども、まあ、エアコンパネルのところにですね2口の急速充電 USB ポート、
これビルトインでね埋め込んでますよと。であとシフトゲートイルミ、こちらもセットでついてます。まあ白か青か2色設定あります。でまあ夜間どうしてもねあのシフトがね眩しいという場合はね、まあ、なしにすることも可能ですので、まあ、そちらはあの好みに応じておっしゃってください。でナビゲーションはもう前回同様7型のフルセグ SE ナビゲーション、カロッツェリアかパナソニックか、まあ、2種類ありますけれども、まあ、ちょっとオーダーになってますので、まあ、好みで分かれてくるかなと思いますのでオーダーいただけたらと思います。こちらにビルトインタイプの ETC、 これがもうセットでついております。まあ、あの必要に応じてね 2.0 とかもオプションで選択可能ですなってますんで、まあ、あのお話しいただければ、まあ、バージョンアップ可能でございます。はい、運転席と助手席にですねサイドアームレスト、ようやくこうハーツのロゴができまして、ね、パンチングされてるんで、まあ、非常に高さで、ね、あのねパネルの上に直接手を乗せると、ね、夏場特にネチョネチョするんですけども、まあ、このアームレストあることによって、まあ、非常に楽ちんになります。 A ピラーのアシストグリップカバーなんですけども、こちらもハーツのもので新しくちゃんと製品化されましたんで、まあ、黒色になってますけれどね、おしゃれな感じになってますね。アルパインの A ピラーツイーターと、まあ、フロントドアの、まあ、ミッドのセットですね、デッドリング生地もついて、まあ、それをスピーカーセットとしてこのプレミアムモデルはつけてますので、前周りに関しても音質向上、こちらも比較的上級志向というところで、まあ、セットでついております。これプレミアムモデルだけでございます。今回ですねリミテッドパッケージ2021年モデルのプレミアムモデルというのを紹介させていただいた次第なんですけれども、まあ、お値段設定ですね、やはりまあこれだけのパーツ点数増えてますので、価格はあのスタンダードモデルよりもはるかに上がります。で車両のベースが、ダークプライム2、まあ、スーパー GM の上位グレードですね。2リッターのガソリンモデルで、車両の言うたらトヨタの希望小売価格が326万円で、付けたパーツも定価の総合計135万円になってます。だからまあ450万超えてくるんですけれども、税込み、このパッケージの車両本体価格、税込みで379万円、79万ネットですね。で、いう価格で販売しますので、まあ、乗り出し自体は、そうですね、あの初見に入れると430万ぐらいにはなってくるんですけれども、まあ、うちは得意な 1.9% の CSC、カスタムカー専用の残価型ローン、これも適用されますので、まあ、60回、まあ、36回でも60回でもできるんですけれども、60回頭金ゼロの場合ですね、月々そうですね4万4000円、これで返済できます。頭金あればもっと額減らせますし、で5年後、まあ、乗り換えるっていう場合はね、まあ、CSC の特典として、あの新車の乗り換え費用10万円サポートしますよ、10万円セービングしますよっていうモデルと、あと乗り続ける場合ですね、これもまたメリットがありまして、他社の単価型ローンで乗り換えせずに乗り続けるってなると、そこから新たにまた金額を組んで返していくというふうになるんですけど、うちの場合はそもそもの120回を60回にしてるだけなんで、延長するだけ 1.9% で残り半分また返していけるという感じになってますね。非常に手続きも楽、支払いも楽いう風になってますので、選択は自由です。残価型高いな損やないうところないように、リスクないように結構頑張ってますんで、こちらもご用でいただければ依頼いただければと思っております。まあ、いいなと思っていただければ、やはりいいねボタンをねガンガンガンと入れていただければ嬉しいです。で、あのチャンネル登録ねしていただけたら、また先着でのキーホルダープレゼントしてますんで、どんどん登録したよーって店に来てください。キーホルダープレゼントしますよ。まあまた次の動画でお会いしたいと思います。それではまた次回、さよなら。